女子高校生ちゃん、僕は大阪維新、つまり維新。僕は維新の赤坂大輔です。僕の下半身を見て見て、もっと近くで見て見て、大阪維新です。大阪維新の赤坂大輔、貴様は女子高校生に下半身を見せた男だな。維新の赤坂大輔、貴様は毎日下半身を見せたくなるんだな。大阪維新には変態がゾロゾロだな。泥棒するやつ、痴漢するやつ、それに下半身見せるやつか。大阪維新はどうしようもないやつばかり。